今後貯蓄格差が小さくなることもあり得るのか。もちろん白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はなぜ貯蓄格差は拡大し続けるのかというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論は選択の自由が拡大し続けているからというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、今回は日本の貯蓄分布から確認していきたいと思います。はい、そうした時にですね、一番左がですね、世帯の貯蓄がですね、100万円未満の世帯ということですね。これが最大ですということです。で、一番右は4000万円以上の世帯ということで、これが最小ということですね。はい、すなわちですね、貯蓄100万円未満の世帯っていうのが一番数が世帯数としては多いですと。で、逆に、貯蓄4000万円以上の世帯っていうのが一番世帯数としては少ないですということです。で、金額のですね、はっきり言った日本の金額の平均っていうことになると、一世帯平均1791万円ということですね。はい。で、中央値としては1016万円ということです。で、なんでこの平均値と中央値の差があるかっていうとですね、この貯蓄4000万円以上っていう人たちが、この中でめちゃくちゃ差があるんですよね。だから貯蓄4000万円の人もいますと。4億のですね、世帯もいますと。40億円の世帯もありますと。400億の世帯もありますと。それ以上もありますということなので、この貯蓄4000万円以上の世帯っていうのがですね、金額としてはぐっと大きく、上に上げているということです。はい。逆の言い方をすると、4000万円以上の人たちが、金額を大きく上げてなければですね、大体、1016万円っていうのが、日本の世帯の中では、真ん中ぐらいの世帯ということですね。はい。で、大事なことはですね、日本の貯蓄分布っていうのは、こういったですね、真ん中を軸にした正規分布ではなくて、明らかな、べき上分布になっているということです。はい。念のため、貯蓄分布をもう一回確認すると、まさにこのべき上の分布になっているということですね。真ん中から均等に分布してるんじゃなくて、明らかに偏ってますということです。はい。つまりですね、正規分布っていうのは、これはですね、どういった時に出てくるかっていうと、完全にランダムな場合に出てきます。はい、なので、例えばですね、コインの表と裏みたいなのは完全にランダムですよね。コインを投げます。表が出る確率2分の1で、裏が出る確率2分の1ですよね。で、これも例えば100回、1000回、1万回、10万回ってずっとやっていくと、もう2分の1に収束していくわけですよね。こういう、完全にランダム、本当に運っていうことであると、この貯蓄結果っていうのはですね、完全に運ということが言えるんですね。要するに日本の貯蓄分布っていうのを見ました。そうすると、真ん中を軸にした正規分布になってますと言うんだったら、だったら貯蓄の結果っていうのはこれ運なんだと。要するにお金の、例えば収入が多いとか少ないとか、支出が多いとか少ないとか、貯蓄が多いとか少ないっていうのはこれ完全に運なんだということになるわけですけど、実際は貯蓄分布、もっと言うならばお金の分布っていうのは正規分布にはなってないということですよね。お金っていうのはべき上分布になってますということです。これは何かって言ったらランダムじゃないということですよね。つまり完全な 50%50% とか運じゃないということです。明らかにある一定方向の法則があるということですよね。だから貯蓄なしには明らかな貯蓄なしの理由があるし、貯蓄が4000万円以上っていうんだったら明らかに貯蓄が多いだけの理由があるということです。はっきりとした理由があって運じゃないということです。はい、貯蓄ですよね。収入とか支出とか投資とかの結果ですよね。このお金の結果っていうのは運じゃないということです。必然ということです。はい、ということで、偶然ばかりに思えるこの宇宙に必然などあるのかということですよね。人によってはですね、この宇宙、この社会っていうのは偶然なので、だから運なんかないっていうね、ほとんどは運で決まってるんだと、ね、絶対なんかないと、必然なんかないっていうふうに考える人もいるわけですよね。だから日本語で、例えば絶対とかですね、必ずって言葉は使うべきじゃないっていうような、そういう考え方、価値観を持っている人もいるわけですけど、それは、はっきり言ったらもうこの宇宙とかこの社会とかですね、もしくは私たちの人生っていうのは運なんだと。ね、偶然ばっかりなんだと
いうふうに、まあ、考える場合もあるわけですけども、はい、まあ、偶然ばかりに思えるこの宇宙に必然などあるのかということなんですけど、はい、実はあるんですよね。はい、すなわちですね、まあ、熱力学第二法則、エントロピー増大の法則です。はい、この法則はですね、はっきり言ったらですね、まあ、物理学者が100人中100人認めてるんですよね。極めて珍しい法則です。はい、例えば、まあ、ニュートンの、まあ、力学ですね、ニュートン力学っていうのは、これは例外が発生してるわけですよ。うん、だから、まあ、例えば、まあ、ニュートン力学っていうのは、例えば地球の中だったらですね、まあ、大部分においては当てはまるんだけど、100% じゃないと、絶対じゃないと、必然じゃないということで、まあ、例えばですね、まあ、もし速さっていうのを光の速さ、光速っていうのを前提にすると、ニュートン力学っていうのは辻褄が合わなくなるんですよね。まあ、だからアインシュタインが相対性理論っていうのを出したわけです。はい、もしくは ものすごい物質の大きさっていうのが、まあ、限りなくこう原子とか分子みたいな感じで、まあ、小さくなればなるだけニュートン力学っていうのは当てはまらないっていうことが起きるわけです。まあ、いわゆる私たちが日常生活でこう生活してる時にはもうはっきり言ってこうピンとこないっていうか、ちょっと常識と合わないっていうような、まあ、そういうこう本当に極小の世界だからこそ起こる、まあ、ミクロの世界だから起こる、そういうなんか不思議な現象っていうのが起きたりするわけですよね。ニュートン力学と合わない、まあ、現象が起きたりするわけです。それはまあ量子論という形で別の学問になってたりするわけですけど、まあ、だから光のまあ速度光速っていうのを前提にするんだったら相対性理論とかですね、まあ、本当にこう、まあ、分子とか原子とかそれ以下とか、っていう本当にミクロの世界を前提にするんだったら量子論みたいな感じで、まあ、ニュートンのまあ力学でさえまあ例外があるわけですよ。だから絶対なんかないとか必然なんかないとかっていうふうに考えたりするわけですけど、この熱力学第二法則に関しては少なくてもこの動画を撮ってる時点で100人中100人の物理学者がもう認めてる法則なんですよね。だからはっきり言ったら別格の法則ということになります。はい、それが熱力学第二法則、エントロピー増大の法則ということですよね。まあ、この法則はですね、まあ、大学の理系以降じゃないと出てこないので、だからなかなか日本人がですね、まあ、例えば小学校中学校高校のですね、まあ、中でこう聞いたことがない考え方っていうか言葉だったりするのでピンと来にくいんですけど、でも実際はこれは、まあ、はっきり言ったら必然というか絶対の法則というふうに、まあ、ある意味学者たちには認められているという考え方です。はい、ちなみにですね、まあ、日本人に、まあ、馴染みの深いことわざで言うならばですね、まあ、複数凡に帰らずっていうことです。一言で言うと、まあ、だ一回進んだらもう取り返し効かないですよねということですね。はい、つまり、まあ、水がこぼれます、そのままにしておきます、水が勝手にボンに戻ることはこれ絶対にないということです。 99.99% ないんじゃなくて 100% ないということです。水がこぼれます、そのままにしておきますと。で、水が勝手にですね、あれみたいな、こぼれてた水がもう一回コップの中に戻ってるよ、ボンの中に戻ってるよみたいなことは 99.99% ないんじゃなくて 100% ないということです。はい、だからこの宇宙にはですね、実は絶対もあるということです。はい、すなわちですね、まあ、熱力学第二法則、エントロピー増大の法則っていうのは、まあ、理科的な科学的な言い方をするならば孤立系においてエントロピーは一方的に増大し続けるということです。だから行ったり来たり行ったり来たりするものじゃなくて、ある一定の方向性っていうのがあるということです。はい、なお、まあ、孤立系という言葉が出てきてるんですけど、孤立系というのは外界との交流がないという、まあ、そういう前提ですね。なので、まあ、例えば理論的にですね、まあ、地球というのは宇宙から孤立してますって考えるんだったら地球の中だけで考えると、要するに宇宙とのですね、まあ、エネルギーの交流というのがないというふうに考えるということですよね。まあ、日本というのは 外国との、やり取りがないというんだったら日本を孤立系というふうに考えるということもあるわけです。はい、要するに、まあ、そのある一定の、まあ、範囲内でですね、その外とのですね、まあ、やり取り交流っていうのがない場合はこれは孤立系ということを言うわけですね。まあ、熱力学っていうんだったら、まあ、熱というエネルギーの交流が断たれているということですよね。まあ、断熱されている状態ということです。はい、そしてまあもう一つエントロピーっていう言葉が出てるんですけれども、はい、エントロピーっていうのはですね、まあ、どういうふうに解釈するかっていうことなんですが、まあ、否定的に解釈するならば乱雑さ、無秩序の度合いと
ということです。だからエントロピー増大っていうのははっきり言ったら良くないっていうのが、まあ否定的な解釈ということですよね。どん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 乱雑になっていきます、どん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 無秩序になっていきますというのが、まあエントロピー増大ということです。はい。で、まあ中立に解釈するならば、まあ組み合わせの多さの度合いということです。エントロピーが小さいっていうのは組み合わせが小さい、選択肢が少ないということです。はい。逆にエントロピーが大きいということであれば組み合わせの数が多いとですね、まあ、いろんな選択肢があるという、まあ、そういう解釈になります。はい。で、肯定的に解釈するならば自由の度合いということですよね。はい。なので、まあ、結局エントロピーが小さいっていうのは、まあ、自由がないと、でエントロピーが大きいっていうのは自由が大きいという、それだけですね、各個人がいろいろですね、まあ、選ぶことができるというのが、まあ、肯定的な解釈ということになります。はい。で、まあ、エントロピーっていう言葉は一番使われるのは否定的に、まあ、乱雑さの度合いっていうふうに使われることもあるんですけど、はい、まあ、今回は3つですね、まあ、それぞれの解釈の仕方で、まあ、出してます。はい。例えばですね、まあ、エントロピーを、まあ、水で言うならばですね、まあ、氷っていうのはエントロピーが小さいということですよね。はい。だから、まあ、よく言えば秩序立ってるということです。悪く言うと自由さがないということですよね。はい。逆に気体の方はこれはエントロピーが大きいということになるわけです。はい。悪く言うならば無秩序ということですよね。よく言うならば自由に動き回れるということです。はい。だから、まあ、明らかな方向性としては、まあ、状態であればですね、エントロピーが小さい方から大きい方に行きます。これがエントロピー増大の法則ということですよね。はい。氷っていうのはエントロピーが小さいですと、だからよく言えば秩序立ってるということですよね。はい。悪く言うと、まあ、全く動きがない、変化がないということです。で、水蒸気に関してはエントロピーが大きいということですよね。まあ悪く言うと無秩序、よく言うと、まあ、自由に動き回れるということです。で、エントロピー増大の法則なんで、エントロピーが小さい方から大きい方にどん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 自然に行きますということです。例えば、まあ普通にですね、まあ例えば日本の平均的な気温の場所ですよね。まあ例えば平均気温18度ぐらいのところに氷を置いていたら、氷のまんまかって言ったら絶対そんなことはないわけですよ。もし普通の地球の平均的な場所に置けばですね、まあ、例えば北極とか南極みたいなそういった、まあ、極めて例外的なところじゃなくて、いわゆる普通のところに置いておけば、まあ、氷っていうのは時間とともにどん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 溶けていく方が当たり前ですよね。で、やがて、まあ、例えば水蒸気になっていく方が当たり前、それはエントロピーが増大していく方が当たり前だからということです。はい。で、もう一つの別の角度っていうことで言うと、まあ、エネルギーのですね、これは質ですね、エネルギーの質が、まあ、エントロピーが小さい状態は高いということですよね。だからエネルギーもエントロピーが小さい方から大きい方に行きますということです。はい。例えば太陽光エネルギーっていうのはこれエントロピーが小さいということなんですね。で、このエネルギーのエントロピーが小さいっていうのはどういうことかっていうと、はい、まあ、はっきり言ったらですね、そのエネルギーがですね、まあ、仕事をする量が大きければエントロピーが小さい、質の高いエネルギーって感じです。質が高いエネルギーはエントロピーが小さいっていう言い方をしてるんですね。だから、まあ、科学の世界で仕事って言ったらですね、まあ、力がかける移動距離なので、まあ、その物体を動かす力っていうのが大きいときは、まあ、質が高いエネルギーでエントロピーが小さいという言い方をしています。はい。だから太陽光っていうのが地球に入ってくるわけですよね。外から太陽光っていう太陽光エネルギーっていうのが入ってきますと。で、その太陽光エネルギーが入ってきたときは、その太陽光エネルギーってものすごく、まあ、はっきり言ったら応用が効きやすいわけですよ。いろんなものに応用が効くわけですよね。だから、まあ、例えば微生物だろうが植物だろうが人間だろうがですね、もしくはその人間が人工的に作った機械だろうが、まあ、いろんなものに役立てることができるわけです。はい。それはエントロピーが小さい質の高いエネルギーという形で宇宙から地球に入ってくるわけですね。で、地球でいろんなことを、まあ、その太陽エネルギーというのを使っていきますと。微生物は微生物で使えますと、植物は植物で使えます、動物は動物で使えます、人間は人間で使えますと、機械は機械でエネルギーを使えますとした時に、はい、そうするとどん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 ですね、まあ、応用が効かないエネルギーになっていくわけですね。で、無駄がどんどん増えていくということになるわけです。で、最終的にエネルギーが一番応用が効かない、いわゆるエントロピーが一番大きい、まあ、使い道が一番小さいエネルギーっていうのが熱エネルギーなわけです。はい。で、最後熱っていう形になると、まあ、はっきり言ったらもう宇宙空間に捨てるしかないっていう状態になってくるということなんですよね。はい。だから、まあ、地球からの排熱っていうのが、まあ、エントロピーが一番大きい状態になるということです。だから、まあ、地球っていうのを一つ、まあ、大きな一つの、まあ、
存在というふうに見たときに、外からエントロピーが小さい太陽エネルギーが出て入ってきて、で地球の中でいろんな活動をして、そしてまあ一番エントロピーが大きい、まあ質の低いですね、質の低いエネルギーっていうのが宇宙空間に捨てられていくというのをまあやってるということになります。はい、まあ、いずれにしてもですね、エントロピーっていうのは小さい方から大きい方に、これはもう 100% いきますということです。はい、これはもう 99.99% じゃないということです。 100% 絶対ということですね。ただ全体の合計が増大していくっていうことです。はい。だから、例えば植物はエントロピーがですね、減らしてくれてるんだけど、逆に動物とか人間がエントロピーを増やしているので、だから地球全体で見た時にエントロピーは増え続けていきます。みたいな感じです。だから、ありとあらゆるもののエントロピーがどんどん増えていくっていうよりも、全体合計は必ず増えていきますということです。まあ、今回は日本の貯蓄というのがテーマなんですよね。日本の貯蓄っていうのがテーマだった時に、日本全体のエントロピーは必ず増大していきます。ただ個人差はあるということです。はい、だからまあ例えば例外的に貯蓄4000万円以上とかですね、4億とか40億とか400億とかっていう人たちは例外的なことをやってるということです。ただその例外的な人たちよりも実際に普通の人たちの方が圧倒的に多いんで、日本全体のエントロピーも増大していくっていうことになってるということです。はい、すなわちですね、まあ、熱力学第二法則、エントロピー増大の法則っていうのは、まあ、孤立系においてエントロピーは一方的に増大し続ける。これはまあ 99.99% じゃなくて 100% ということです。はい、であるならば、まあ、過去20世紀の昭和っていうのはですね、まあ、エントロピーが比較的小さかった時代ということが言えます。はい、対して現在21世紀の令和っていうのはエントロピーが大きかった、大きくどんどん大きくなり続けてる時代ということですね。はい、で最初にということで、まあ、過去20世紀昭和はエントロピーが小さかった時代ということなんですけど、はい、まあ、まず収入って言った時にですね、まあ、正社員になる方が当たり前だったわけですよね。だから一番多数の人たち、一番多数の大衆の人たちっていうのは、いい高校に行っていい大学に行って、でいい会社に入って、で年功序列で終身雇用というのが、まあ、一番多い大衆の、まあ、選ぶ道だったわけです。選択肢っていうのが圧倒的にそこに、まあ、集中してたということですよね。はい、でこの考え方、この働き方っていうのは、同世代であるならば大体同じ所得が当たり前っていう風になるわけです。はい、みんないい高校を目指しますと、みんないい大学を目指しますと、でみんないい会社を目指しますと、でみんな正社員を目指しますと、で、まあ、結局企業からするとですね、まあ、はっきり言ったら、まあ、新卒一括採用みたいな感じで、まあ、みんなもう まとめて今年100人、今年1000人、今年1万人みたいな感じで一括採用しますと。で能力じゃなくて年功で所得を決めるということですよね。だからまあ例えば22歳の新入社員ということであれば、みんな同じ所得から始まるということです。で年齢とともに所得がどんどん上がっていきますと。で、まあ、60歳なら60歳の、ね、定年退職まで同じような感じで働きますということであると、まあ、結局選択肢がほとんどないわけですから、みんなが同じような選択肢を取ってるわけなので、だから同世代であるのであれば、まあ、例えば同じ22歳なら同じぐらいの所得、同じ30代なら同じ30代ぐらいの所得みたいな感じになってたということです。はい、それが収入面ということですよね。でじゃあ今度は資質面ですよね。まあ、結局過去20世紀昭和時代の資質って言った時に、これもみんなが欲しがるものが一緒だったわけです。はい、例えば三種の神器、テレビ、冷蔵庫、洗濯機ですよね。まあ、テレビっていうのは白黒テレビということで、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、これみんな同じものを欲しがってたわけですよ。でその後 3C ということで、まあ、車ですよね、カーですよね、でカラーテレビ、クーラーですよね。まあ、これみんな同じものを欲しがってたわけです。はい、その後、まあ、今度はカーの後はマイホームということでですね、もうみんな例えば35歳未満のどこかの時点で35年ローン組んで、そしてみんなが家を持つみたいな、家を買って家を持つみたいな、まあ、そういうマイホームみたいな、っていうことで、同じ日本人だったら大体同じ
じものを必要としてた、もしくは同じものを欲しがってたということです。はい、だから大体収入所得の金額も似たような金額で、大体必要だとか欲しいと思ってるものも同じということで、だから収入引く支出の差っていうのがあんまりつかなかったということなんですね。はい、なので収入の得方が大体一緒ですと、要するに正社員で固定給をもらうということですよね。で、支出の方法も同じでしたということですよね。大体な、例えばテレビ、冷蔵庫、洗濯機とか電子レンジとかクーラーとかですね、っていうことで同じものを欲しがってましたということです。はい、で、まあ、今よりもずっと投資をしている人っていうのは割合は少なかったということですよね。投資をしてない方が多数だったということです。はい、そうするともうお金に関しては差がつかないということで、いわゆる過去20世紀昭和の時代っていうのは日本総中流の時代だったということですよね。だから、まあ、分布で言うならば、まあ、正規分布にかなり近い形になってたということです。はい、対して、まあ、時代が移り変わっていって、まあ、現在21世紀の令和っていうのはですね、エントロピーが大きくなってますということですよ。まあ、これは必然なんですよ。まあ、時間とともにですね、時間過去現在未来って流れ続けるんだったら、エントロピーは増大していく方が当たり前なので、で確率 100% で増大していくわけですから、だから日本にも必然的な流れっていうのがずっと起きてるということですね。はい、そうすると、まあ、今度はですね、まあ、はっきり言ったら組み合わせの数ですよね。まあ、人にとっては選択肢の数っていうのがものすごい増えましたということです。どうやって収入得てますかって言ったら、もちろん正社員っていう形で収入得てるっていう人たちもいるわけですけど、派遣として働いていて派遣社員として収入得てますと、パートとして働いていてパートで収入を得てますと、アルバイトとして働いていてアルバイトで収入を得てますと、いやもう自分で会社を立ち上げて起業しましたとか、もしくはもうはっきり言って投資家です、資金を集めてそれ運用して増やしてますとか、まあ、そういう形でもう収入を得る方法っていうのがものすごい多様化してるわけですね。で当然それは金額の格差にもつながっていくということです。だからすっごい稼ぐ人もいれば、まあ、あんまり稼がない、その代わりもはっきり言ったらもう自由時間みたいなのをすごく大事にするとかっていう感じで、すごい、まあ、はっきり言った所得の、まあ、収入金額っていうのに格差が発生してるということですよね。当然やることが違うわけですから、働き方違うんで、だったら、まあ、格差が発生するのも当然ということですよね。はい、で今度は支出に関してもですね、まあ、例えば昔みたいな三種の神器とか 3C とか、もしくはマイホームみたいな感じで、もう日本人だったら大体こういうものを消費しますよねっていうのが、まあ、どんどん変わってきてるということです。まあ、かなり一人一人が考え方、価値観に合った、まあ、そういうお金の使い方をするようになったということですよね。だからその人にとって価値観に合わないものですよね。で価値観に合わないっていうのを言い方を変えたら、その人にとって重要度が低いというふうに考えているものに関しては、もうこれコスパということです。はい、もう1円でも安いものっていうのをまあ好みますということですよね。だからもう徹底的に価格比較して、価格が少しでも、まあ、それこそ10円でも5円でも1円でも安いものっていうのを、まあ、はっきり言ったら選ぶということです。はい、で価値観に合うということであれば、それはもうその人にとって重要度が高いということなので、もう徹底的にこだわるということですよね。だから意外とやっぱり今でもですね、百貨店デパートで高額商品っていうのは、まあ結構やっぱり売れるということですよね。もうその上質なものを求めると、もう徹底的に最高級のものを求めるということであれば、まあ、結構な金額っていうのをですね、まあ、それこそ1世帯でですね、まあ、年間にまあ100万300万500万1000万以上ということで、まあ、例えば百貨店なら百貨店、デパートならデパートで、相変わらずお金っていうのは動くということです。はい、だからそういう意味でお金の使い方っていうのも二極化しているということですね。であれば、収入の得方の方が多様化してますと。いろんなお金の考え、稼ぎ方、増やし方っていうのが出てきてますと。で、支出の対象も多様化してますということで、で、しかも投資もする人の割合っていうのも増加してますということですよね。であれば、まあ、お金に関して差がつく方が当たり前なわけですよ。はい、これが貯蓄格差ということになります。で、これがどんどん大きくなってるということですよね。表現を変えるならば、もう まさに法則通りエントロピーが増大し続けてるということです。はい、ちなみにまあ経済学っていうのはですね、まあ、エントロピー増大の法則っていうのはまあ熱力学ですし、まあ、物理学の考え方なわけですけど、経済学っていうのはどんな学問なのかって言った時に、お金に関してエントロピー増大に対してですね、
まあ、エントロピー増大っていうのははっきり言ったら、まあ、無秩序化っていうことになるわけです。みんな日本人だったら同じぐらいっていうのじゃなくてバラッバラになっていくということですよね、はい、このお金に関してのエントロピー増大に対して管理によってある一定の秩序をもたらそうという考え方っていうのが経済学なんですね。だから家計とか、まあ、例えば個人とか消費者であれば家計ですよね。企業であれば決算、政府にとっては国家予算に対してある一定の統治を働かす、ガバナンスを効かすっていうのがこの経済学っていう学問だったりするということです。だから基本的にエントロピー増大法則っていうのはこれ絶対なんですよね。だから例えば日本全体とかもしくは地球全体とかっていう形で見たならば、必ずそのエントロピー減少の部分よりもエントロピー増大の方が足し合わせた時に必ず大きくなるんで、ただただ過去現在未来に対してずっとエントロピーっていうのは増大し続けていくということですよね。ってなった時にそれにある一定の歯止めっていうのをかけようというのがですね、まあ、いわゆるお金に関しての経済学ということになるわけです。はい、すなわちですね、まあ、支出っていうのはですね、これ増大方向に進むんですよね。だから家計の支出っていうのは増えていく方が当たり前なわけですよ。企業の費用っていうのは増えていく方が当たり前なわけです。政府の歳出っていうのは増えていく方が当たり前なんですね。目の前にもうね、商品サービスっていうのはどん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 増え続けるわけですから、だからこれが欲しいとかこれが必要だとかこれは買った方がいいみたいなのは、目の前の選択肢っていうのはどん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 増え続けるわけですよね。まさにエントロピーは増大し続けるわけです。はい、でどれだけ巨額であったとしても、まあ、無限ではないんですよね。有限なわけです。収入の方が、収入はどれだけ巨額だったとしても無限ではないと、有限です。はい、だから支出の対象っていうのは無限に増え続けてるわけですけど、収入は無限じゃないわけですよね。うん、だから例えば日本で時価総額1位のトヨタって言ったって、持ってるお金は有限なわけですよ。無限に持ってるわけじゃないわけです。日本政府もね、それこそ100兆円とかって予算組んでますけど、でも100兆なわけですよね。無限じゃないわけです。アメリカ政府だったとしても無限じゃないわけです。持ってる歳入の金額っていうのは無限じゃないわけですよね。有限しか持ってないわけです。はい、だから目の前の支出対象は無限の選択肢があるわけですけど、収入自体は無限じゃないんで有限なんですよね。だったら限られた資源っていうのをどのように使うのが最も効用、これはまあ家計と個人消費者にとっての表現としたら効用ですよね。いわゆるその人の満足度ですを高めるかということです。まあ、企業で言うならば効率的かっていうのを考えるということですよね。だから目の前には無限の選択肢があります。だけど持ってるお金予算は有限です。じゃあその有限の資源をどういうふうに使えば個人として一番幸せになれるのか、家計として満足度を高められるのか、最大化できるのか、企業としては最も利益を最大化できるのかっていうのを考える、それが経済学なわけです。はい、そうした時に家計の消費っていうことで言うと、まあ、限界効用が限界支出を上回るまで使うっていうのが合理的ということですよね。うん、例えば、じゃあ、例えば、会社員の方がですね、まあ、週末に飲みに行きましたと。で、ビール1杯を飲む、飲まないって言った時に、まあ、例えば、生ビール1杯が600円ですと。ね、そうした時に、その600円を払うことによって、ですね、得ることができる効用、満足度っていうのを、まあ、数値化で考えるのが経済学なわけですよね。はい。で、限界って言葉は、これ、追加っていうことです。はい。だから、限界効用っていうのは、追加で高まる、まあ、要するに満足度ってことですね。で、限界支出っていうのは、追加で払うお金のことを限界支出というふうに言ってます。はい、だから例えば、まあ、喉がすっごいカラッカラで夏すっごい暑い日で仕事めちゃくちゃ頑張りましたと、ね、それで生ビールを飲みますと。で、限界支出は0プラス600で600円なわけですよ。はい、それに対して得ることができる満足度っていう、その幸福感というか幸せ感というか満足度みたいなのは、まあ、どれぐらいかということですよね。いやー、すっごい幸せだなと、ね、本当この一杯のために今日も仕事頑張ったんだよな、今週1週間頑張ったんだよなみたいな感じで、それは払うとその人は幸せ感っていうのは増すわけですよ。うん、だからすごく払ってよかったって感じなんですよね。
じゃあ生ビールおかわりしますかとにね、ということでプラス600円ねさらに払いますかと言った時に、確実にですね一杯目よりはまあ満足度っていうのは小さいわけですよ。やっぱりもう喉がカラカラで熱くてとにかく生ビール飲みたいという最初の一杯目が一番満足度が高いわけですよね。で2杯目3杯目4杯目っておかわりすればするだけはっきり言ったら追加で得られるまあ幸福感満足度っていうのはどんどん下がっていくわけですよね。でそうするとやがて600円払う価値がないっていうところが出てくるわけですよ。もう3杯目と4杯目は大して変わんなかったなみたいな4杯目と5杯目はねもう、まあ、はっきり言って覚えてませんみたいな、ね、もう何杯飲んだか覚えてないみたいな感じでだんだん満足度っていうのは追加の満足度っていうのは下がっていくわけですよね。だからどっかでいや同じ600円払うんだったらだったら生ビールのおかわりじゃなくて、ね、例えばおつまみとかでどうせ600円追加で払うんだったらだったらおつまみの方を、ね、別のおつまみを頼んだ方がいいみたいなことを考えているのが経済学なわけですよ、はい、だから経済学の消費っていうのは、まあ、結局プラス600円プラス600円プラス600円って払うんだったらその、限界高揚ですよね。追加で得られる満足度とか幸福感が一番高くなり続けるまで使うのが合理的っていうのを経済学は考えるわけです、はい、だったら生ビール3杯目から4杯目でプラス600円するんじゃなくてだったらその600円追加でおつまみの別のものを頼んだ方がいいんじゃないですかということですよね。どうせ予算が限られてるんだったらということです、はい、で投資っていうことになると、まあ、これはですね、まあ、投資対効果ですよねが最大になるものに使うのが合理的ということで、まあ、めちゃくちゃ簡単な話で、ね、例えば自分の手元にですね、まあ、100万円ありますと、ね、利回りが、ね、3% のものよりも 5% のものの方にお金を使った方がそれは合理的ですよね。同じ、ね、100万円を一方に使えば利回り 3% ですと一方に使えば利回り 5% です。どっちに使った方が合理的ですか？それは 5% に使った方がいいに決まってるわけですよ、はい、だからいろんなものに投資するんじゃなくて、ね、どうせだったら利回り 5% でが期待できる 5% 複利で資産が増えるとか配当金が受け取れるとかっていうものに、まあ、使った方がいいということですよね、まあ、そういったことを考えているのが、まあ、経済学ということになるわけです、はい、でそうすると、まあ経済学的な管理っていうのを例えば家計とか企業とか政府っていうのが入れてないということになるとこれはどれだけ収入が増えようが支出増大に歯止めが効かないんですね、はい、当然貯蓄は増えません。収入引く支出が貯蓄なんで、ね、だから、まあ、結局、まあ、収入増えましたもしくは会社だったら売上増えました企業だ政府だったら税金収入増えました。どれだけ収入増えようがでもそれの支出の増大に歯止めがかかんなかったらいつまで経っても貯蓄は増えないという、まあ、当たり前の算数ということです、はい、対して経済学的な管理っていうのが効くということになったら、まあ、支出増大に歯止めっていうのを効かせることができるということですよね。でそうすると収入の増加とともに貯蓄が増えますということです、はい、例えば企業がですね、まあ、売上どんどん増えてますとでも費用の方は管理が効いてますということで費用は増やさないでも売上だけ増やすということになれば当然貯蓄は増えていくということになるわけですよね、まあ、企業の内部留保現預金っていうのが増えていきますということです。そうすると貯蓄を投資に回して今度はお金でもお金を増やすという、まあね、いわゆるこう利回りで今度お金をどんどん増やしていくっていうことになるということですよね。だからまあはっきり言ったお金を増やす手段っていうのが1本から2本に増えるということになるわけですよね、まあ、自分たちの仕事労働による労働収入プラス今度はまあ金利収入っていう形でまあお金を増やす手段っていうのが単純に増えるんでだからお金がお金を増やすっていう状態になるともうどんどんお金が複利で増えていくということになるということですよね。はい、つまり、まあ、経済状態っていうのはこれ50対50の完全な運で結果が変わるものじゃないということですよね。だから日本人が1億2600万人います。日本に世帯が5700万世帯あります。その、ね個人のもしくは世帯の経済状態っていうのは運じゃないということです、はい、だから例えば生まれ持ったものだとかですねそういうもんじゃないということです、はい、ましてコインの表なのか裏なのか当たった外れたっていうようなものじゃないということです。はい、まあ、貯蓄なしの方が当たり前なんですね。なんでかって言ったらエントロピーは増大法則なので、はい、だからこれはもう 100% なわけですよ、はい、だからエントロピーはまあ、ね、ネガティブな言い方をするならば無秩序とか乱雑さの法則なので、だからどんどん無秩序になっていく方が当たり前だしどんどん乱雑になっていく方が当たり前なわけですよね。ってなると収入増えました、だけどこれも欲しいこれも欲しいこれも欲しいということになると、まあ、結局いつまで経っても貯蓄はできないんで、
だから普通に法則通りに行くならば貯蓄なしの方が当たり前なんですね。だからもっと収入増やして、もっと収入増やしてっていう勘違いになるわけですよ。どれだけ収入増やしたとしても支出の方に管理が効かなければ絶対貯蓄っていうのはできないんで、はい、だからまあ例えば日本政府だって借金まみれ、アメリカ政府だって借金まみれなわけですよね、はい、もう本当に60兆70兆税収が入ってきたとしても全然貯蓄はできないということです。はい、で貯蓄ありっていうのはこれ明らかに意図的に外からの管理の仕組みっていうのを導入してますということです。エントロピー増大の法則っていうのは閉鎖系なんですよね。要するに閉じられてるわけですよ、外の外界と、だから外の外界から閉じられてる場合はもう必ず 100% エントロピーは増大するんで、それを防ぐということであればもう結局外との外界との交流っていうのを入れるしかないわけですよね。だから外から管理の仕組みを導入するということです。これはまあはっきり言って、ね、どんな組織だろうがどんな団体だろうが外圧がなかったら絶対変われないわけです、はい、よく日本企業がですね、社長が交代した時に、内部昇進のですね、サラリーマンの昇級昇進で最終的に社長になった人がね、私が社長になったらですね、変革革新していきますって言ってますけどね、もうよく言ってますけど 100% 無理なんですよ、はい、エントロピー増大の法則で無理なんです。絶対に 100% 無理なんですね、どんな社長も言いますよね。社長に就任したら、私が社長になったら絶対この会社この組織を変革しますとか革新しますとかって言ってますけど、もう絶対無理なんです。もう原理的に物理学的に無理ということです。もしどうしてもっていうんだったら外からもう社長を連れてくるしかないんですよ。外圧で買えるしかないということです。で、貯蓄ありっていう、4000万円以上日本で所得を、ね、貯蓄を持ってるっていう、すごいこう少数の世帯っていうのもあったりするわけですけど、そこはもう偶然じゃないんですよ。明らかに何らか外からの管理の仕組みっていうのを入れてるということです。はい、もし人生が偶然ならなぜ勉強などする必要がある。人生は宝くじじゃないということですね。はい、じゃあなお合理的な管理って何なんですかと言った時に、はい、エントロピーっていうのは組み合わせの数が増えれば増えるほど増大するんですよね。だから選択肢が増えれば当然エントロピーって増大するわけですよ。要するに無秩序になっていくし乱雑になっていくんですよね。だから昔の過去の昭和時代の日本っていうのはですね、選択肢が少なかったわけですよ。みんないい高校行っていい大学行っていい会社に就職して年功序列で終身雇用でですね、途中でマイカー買ってマイホーム買ってみたいな感じでめちゃくちゃ選択肢が少なかったですよね。だから日本総中流であんまり格差も小さかったわけですよ。でもそれがどんどん選択肢が増えましたと、科学的な言い方をするならば組み合わせの数が増えましたと、増えれば増えるだけはっきり言って無秩序になっていくし乱雑になっていくわけですよね。だから一番の鍵っていうのは組み合わせの数、選択肢の数なわけです。はい、だから組み合わせの数が増え続けると無秩序が増大し続けるんですね。でそうすると、いわゆる投資の世界で言われている分散による金融ポートフォリオなど、これ幻想だということです。はい、もうこれはもう証券会社がですね、自分たちが儲けるために言ってるようなことで、実際それで本当の意味でですね、はっきり言ったら管理するってことはできないということです。はい、株だけじゃなくて不動産も組み合わせた方がいいですよねと、株だけじゃなくて債券も組み合わせた方がいいですよね、日本株だけじゃなくて外国株も組み合わせた方がいいですよねとね、もう無限にどんどんポートフォリオって組んでいきますけど、幻想ということです。管理不能になるだけということです。はい、エントロピー増大の法則にあえて逆らうということであれば、もう組み合わせの数そのものを減らすしかないんですよ。そうするとある一定の秩序の正しさっていうのを保てるということです。自分が持っている、はっきり言ったら貯蓄のですね、予算っていうのがありますと。その予算の中でですね、結局ちゃんと管理をしていく秩序っていうのはある程度保つということであれば、どれだけ目の前に無限の選択肢があったとしても、ある一定の予算の範囲内でできるだけ合理的なですね、資産運用、資産管理、資産運用っていうのをやっていくということであれば、もうその方法は組み合わせの数を減らすしかないということです。だからもう株だけとか不動産だけとか日本株だけとか、そういうふうにもうとにかく組み合わせの数減らすしかないということです。はい、つまりですね、管理っていうのはズバリ捨てるっていうことです。管理っていうとなんか分かりにくいんですけど、ズバリ捨てるってことなんですね。で捨てないのに管理をするってことはできないんですよ。はい、だから管理っていうのは捨てるってことなんですね。はい、例えばですね、部屋は散らかる方が当たり前ですと。で物が多くなればなるほど片付けは大変になる一方ですよね。だから散らかすのは簡単なわけですよ。でそれを元に戻すっていうのはめちゃくちゃ大変ですよね。まさにエントロピー増大の法則という
ということです。はい。そうすると、まあ、どうすれば片付けが上手になるかって考えるのは無意味なんですね。もう意味がないんですよ。あ、だったら一人で片付けるより二人で片付けた方がいいかなって言って、片付けの人を一人増やすとかね。もう全く意味がないんです。はい。それだったらひたすらエントロピーが増大し続ける一方ということで、一向に秩序をですね、まあ、保つということができないということです。だから、そもそも物そのものを減らすってことが唯一の解決法ということなんですね。だから本当の管理っていうのはもう整理っていうことです。あ、つまり整理っていうのも分かりにくいですけど、ズバリ捨てるっていうことなんですね。そもそも管理しなければならないものを極小化するわけですよ。はい。そしてもうどうしてもとね、例えば日常生活においても 100% 今日も明日も 100% 使いますと。で、企業においても、いや、これはこの会社が売上を上げる、収益を上げるためには 100% 必要ですという、そういう限られた経営資源、人物、お金っていうのだけを残すんですね。それ以外は全部捨てるということです。はい。そしたらもう最小限になりますよね。もう今の日本人として、まあ、生活する、家計として生活する最小限、もしくは企業として会社経営をする、収益を上げる最小限のものっていうのは整頓するということです。つまり決められた場所に決められた通りに直すというルール化ということですよね。だから整理整頓しましょうっていうのはですね、多くの場合整理整頓っていうのが正しく認識されてないということです。捨てて極小化して、最小限のものはルール化して、そのルールを守るっていうことですね。それが唯一管理する方法ということです。もちろんお金もこれだけということです。はい。よって、まあ、貯蓄格差っていうのを、まあ、まとめていくと、はい、今回は貯蓄格差っていうのがテーマだったんですけど、はい、収入にと支出に関してはこれ選択肢が増大傾向です。どんな働き方、どんな稼ぎ方ってどんどん選択肢が増えてます。何にお金を使いますかって言った時もどんどん選択肢が増大してますと。で、外からの管理が入らなければもうエントロピーですね、まあ、ネガティブな言い方をするならば、無秩序は一方的に必然的に拡大する、増大する一方ということです。これは例外はありませんと、 100% ですということですね。はい。そうするとエントロピー増大の法則により、貯蓄なしが増大する方が当たり前なんですね。だから要するに世の中っていうのは時代とともにどんどん無秩序乱雑になっていくわけですよ。だから収入があります、だけど目の前の選択肢って増え続けてますよね。何にお金を使いますか、どの商品どのサービスにお金使いますかって増え続けてるわけですよ、選択肢が。ってなると、まあ結局じゃあね、自分のお金だからっていうことで、まあどんどんやっぱり使うわけですよね。ってなると貯蓄なしの方が当たり前で、貯蓄なしが最大世帯っていうのはある意味当たり前なわけです。まさに法則通りということです。はい。その法則に逆らって、ごくごく少数の世帯だけが外からの管理っていうのを働かせることで貯蓄っていうのを増やしてますということですよね。だから、まあ貯蓄4000万円以上っていうのは明らかに何らかの管理っていうのを入れてるということです。ただ、まあ、日本全体っていう形で見れば、絶対エントロピーは絶対的には増加してますということです。一部、本当にごくごく一部の世帯がですね、エントロピーを減少させている、要するに無秩序に逆らって秩序っていうのを入れてるわけですけど、ほとんどは無秩序のまんまなんで、だから日本全体という形で見るとエントロピーは増大し続けてるということで、法則通りということです。結果、まあ、結局貯蓄っていうのはこういうべき状になってますと。100万円未満の貯蓄が最大で、4000万円以上が最小になってますと。もう法則通りということです。はい。なおですね、まあ、今後貯蓄格差っていうのが小さくなることってあり得るのかっていうことなんですけど、もうないんですよね。はい。もうはっきり言って絶対ないということです。 99.99 じゃないということです。100ないということです。はい。で、前提としては、時間とお金の使い方ってこう多様化してるわけですよ。日本で1億2600万人世帯として5700万世帯、みんな時間とお金の使い方がバラバラですよね。にもかかわらず貯蓄が同じになりますとね。みんな違う時間の使い方、違うお金の使い方してるのに、だけど貯蓄は一緒ですっていうのはどれぐらいの確率ですかって言ったら、世帯数5700万世帯に関して組み合わせとしては1しかないわけですよ。全部の世帯が同じ貯蓄ですっていうのは、数学的に考えて確率5700万分の1なんですよね。はい。だから使い方が違えば結果も違う方が当たり前なわけです。だからもうお金に関しては政治はですね、まあ、全く無駄なことをやってるということです。はい。この格差をできるだけ小さくしようっていうのを、まあ、政治は やろうとするんですけど、確率として5700万分の1のことをやろうとしてるんで、まあ無理なんで
ですね。はい、だからみんな時間の使い方が違うんですよ。お金の使い方も違うんです。だから結果も違う方が当たり前ということですよね。だから本当に結果はどん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 格差が広がり続ける方が当たり前ということです。はい、だから熱力学第二法則、エントロピー増大の法則の通り、現実は今後も格差は拡大の方向ということです。はい、例えば2002年から2020年という18年見たときに、貯蓄額が100万円未満も増えてるし、4000万円以上も増えてますということですね。100万円未満も増えてますと、4000万円以上も増えてます。つまり格差は拡大し続ける方が当たり前ということです。はい、ということで今回はなぜ貯蓄格差は拡大し続けるのかというテーマでやってきたんですけれども、結論は選択の自由が拡大し続けてるからということですよね。どういうふうに時間使いますか、どういうふうにお金使いますかって言った時に、基本的に自由が拡大するってことになると目の前の選択肢が増え続けるんで、だから差はどん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 広がる一方ということですよね。問題はその自由に対してですね、外から何らか一定のですね、管理っていうのを入れてるのかどうかっていうのが、貯蓄に関しては最も重要になってるということです。そして最後に大事なお知らせを4点させてください。1点目ですけれども、はい、白坂のメルマガ登録特典ということで、株式投資で資産を10倍にする方法など特典動画を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合はですね、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、2点目ですけれども、 EV 戦争の覇者という動画ですね。はい、こちらの方はですね、今来ている大波 EV 電気自動車に関連して、 EV 戦争の覇者新動画版という、価値の高い動画講義をですね、無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合はですね、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、そして3点目ですけれども、チャット GPT で10倍を狙うということですね。はい、今超話題の AI チャット GPT に関連して、チャット GPT から10倍を狙う方法という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。4点目、安全性を高める6つの投資先、資産の安全性を高める投資思考法として6つの投資先という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。こう